国を作っていく上でデータが果たして役に立つのかどうかっていう制度を作る政策を作る法律を作るみたいな問題についてデータをどうやって使っていけばいいかでもまさしく成田さんの研究のど真ん中のテーマですよねデータで何ができるかっていうことの以前にやんないってやばいよ長い人生を病気になって治療したりしながら生き続けていくという社会が到来すると今のままですと持続可能な状態ではないぐらいの 金額がある日本には制度が非常によくてですね、いろんなデータはかなり存在してるんですよね、それが今、使える状況にななっていない経済界と、これ、成さんにも入ってい,るにいただいてますけど、アカデミアとがまあ一緒になって、データ検証のプラットフォームを作れないかということで、まだ本当に立ち上げたばかり、何が効いてたのかっていうことを考えたい人が、必ず参照したくなるような重要な実験化分析プロジェクトみたいなものを1個立ち上げられると、なんか旗印として分かりやすいのかな データ活用特区っぽいいいももののが生まれてもいいのかなっていうの老人ホームで試してみるというかあるいはその特定のスマートシティ的なもののところで実験的にやってみるフル活用したときにどれぐらいの効果が出るのか、うん、コストパフォーマンスみたいなどれぐらい改善できるのかっていうのを測るっていう方向性はすごく大事なんじゃないかと思います皆さんこんこにちはピボットの佐々木です。 未来志向の政策トーク番組日本最高ラストチャンスバブル崩壊後から続く日本経済の長期低迷、いわゆる失われた30年日本が再興するためには何をすべきなのでしょうかこの番組では日本最高のためのアクションプランを経営者と有識者たちと考えていきます番組のホストを務めるのはエル大学助教授の成田祐介さんです成田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますホストって意識あります 少ししずつ出てきましたね <laughs> もう今日はもうちょっと成田さんが得意なデータ活用のところですので <laughs>、はい、もう質問だけじゃなくもうバシバシ鋭いコメントお願いできればと思います。<laughs> <laughs> んさんこのデータ、まあ、データ活用も幅広いですけど特にどんなところを語りたいというかデータ活用っていうとすごいそのミクロな問題については使い方が分かってきてると思うんですよ。つまり医薬品の効果を測るとかあ,、はい、あるいはウェブサービスで特定のインターフェースの効果を測るみたいな問題はどうやってデータを使えばいいかその結果としてどういう価値が出てくるかってもう大体分かっててみんな納得してるんじゃないですか。だけど世の中の中もうちょっとマクロなお キー制度を作る政策を作る法律を作るみたいな問題についてデータをどうやって使っていけばいいかこれはまだよく分かってないと思うんですよ、うんうん、で特にそのわかりやすい成功例とかキラーアプリみたいなのが見つかってないというのが現状だと思うんですよね、うん、その国を作っていく上でデータが果たして役に立つのかどうかっていうそもそも論あたりから伺っていきたいなと そこってまさしく成田さんの研究のど真ん中のテーマですよね、うん、なのでやっぱ僕も教育に例えばデータを使うみたいなことやってるんですけどそれも個別の例えば新しく出てきた AI ドリルの効果を測るみたいな問題であればできるんですようん、うん、だけど例えばゆとり教育政策はいいのか悪いのかとかああああ どうやってカリキュラムを義務教育で設計すればいいのかみたいな大きな問題になるとなかなかデータデータと言いながら実際にどう使っていいのかよくわからない大きな成功例がないっていうのが現状だと思うんですよね。うん、といったような問題意識に基づいて。 大きいいいいい成功例ななのっっててて日本だけですすか世界的に見てもうままくいってないと思それはいろいろと根本的にその大きな社会のマクロな制度設計にデータを使っても難しいっていう問題があってそれからやっぱり利害関係が大きすぎるので、はいうん、データに基づいて何かやろうとしてもそれ以外のチャンネルとかそれ以外の利害が入ってきてなかなかうまくいかないっていう,うん、うん、いろいろな難しさが組み合わさってるなと思います。 分かりましたそのあたりも含めて日本を代表する経営者の方々と一緒に話していきたいと思います本日のゲストです経済同意会から武田薬品工業代表取締役の岩崎雅人さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。そしてオイシックスラダ1社長の高島光平さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、今日はこの2人をゲストにお迎えしてですね2つのパートでお話ししていきます前半はですねまあ、そもそも何でデータを活用する 必要があるのかというその意義のところをお話しして、後半はですね、これを実際にどういうふうに政策とか社会テーマに当てはめればいいのかっていう実践をテーマに伺っていきたいと思います。それでは早速パートワン始めたいんですけど、まず高島さん、はい、このテーマについてちょっとどういう問題意識を持っているのかって、ちょっと最初にちょっと簡単に資料も含めて話してもらっていいでしょうか。うね、はい、あの今まあ成田さんのおっしゃられたデータで何ができるかっていうことの以前に。 やらないってやばいよっていう話をですね、うん、あの考えたいと思います岩崎さんと私はもともと経済同友会の社会保障委員会っていうところからあのこの取り組みを始めてるんですがその社会保障委員会でこう見たところですね今防衛費すげえ増えたっていろいろ問題になってますが増えて6.8兆円です。つまり防衛費年年分が1年で まあ社会保障に使われていてこれ二年前ぐらいにこの研究を始めたときは百二十兆だったんでものすごいペースで増えていてまあ今後もさらに拡大していくというのがまあ明らかであるというふうにやっていますまあそれは高齢化もありそして医療の高度化もありですね皆さんその長い人生を病気になって治療したりしながらまあ生き続けていくという社会が到来すると今のままですと とても持続可能な状態ではないぐらいの金額があるということでこれをですねその持つためにどういうふうにデータを使うのか正しい活用の仕方をすることによってよりですねそのお金の上手な使い方そういうのがあるんじゃないかというところからデータに着目をしたと。 いう背景になりますこれ過去30年で3倍ってデータですけど、はい、このままだと今後どれぐらい増えるんですかまあ180兆とかかですかね、うん、えぐらいまでいくんじゃないかというふうに言われていて、まあ、その経済成長を上回るというか経済成長はあんましてないんで、まあ、それはそれは当然上回るんですけどもそれを今どん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 と借金としてこれからの世代の人たちに押し付けていくという形にどんどんなってるわけですけども。 まあおそらく持続するのが難しくなるんじゃないかというふうに思ってますね。でも一方で日本って当然高齢化してますよね。はい、社会保障を必要としている人が増えてるので社会保障費が増えること自体は自然なのかなとも思うんですよね。はいはい、それと踏まえて考えると高齢化の度合いを考えるとそれ必要以上に社会保障が伸びているっていうのが現状なんですか、ね、この今のその病気になった後とか。 介護が必要になった後とかに使い続けているとやっぱりどん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 と膨らんでいく傾向にあって必要なんですけど持続するのは難しいってこととかなと思いますね、うんうんうん、この中で、まあ、年金医療介護福祉とかでいろんな側面があると思うんですがどの辺りが特に問題だと思われるみたいなのがおりになりますか どどれも大きいんですけど、はい、これからどんどん大きくなるっていうことでいうとまず介護の領域は非常に大きくなっていくと思,思いますけど、ね、あのそういうふうに予測されていますけども、えー、介護の予防というか介護の重症化を防ぐ方法というのは研究はされ始めてますが、まあ、そこにお金はほとんど使われていないという状況ですので認知症になっちゃった後とか介護に必要になった後とかに こう今湯水にお金が使われているのを、まあ、いかに手前に有効にお金を使っていくかというふうに転換していくことが有効かなというふうに私は考えてたちは介護が必要になってからお金を使うっていうよりもなるの、はい、必要になるのを後ろ倒しにするような、はい、そ,うそうの方がおそらく個人のクオリティアオブ・ライフ的にもそれからその、まあ、国家の財政的にもどっちもウィンウィンで、うん、どうせ100年生きるんだったら、まあ、最後の方だけ。 えーまあ、その不自由があるというような形に何とかできないかなということを考えてます、ね、でここにまた出てますけど、はい、それと予防というかやっぱりこの130兆のうち予防とか事前領域って、まあ、介護が必要になった後とか病気が必要になった後とか後のものが大半でその事前例えば、まあ、我々健康診断を受けてますけどもその健康診断的なものですよね。 あるいはその年金に関してはその失業しちゃったあとになってますけどもリカレント教育的なものもあると思うんですけどもその事前にに社会保障費全体のの中でうと使われていいるのが非常に少ないと何かが起きたあとにほとんどの予算が使われているのでもう何て言うかどん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 膨らむ傾向にあるなということでいかにこの事前に予防とか重症化を防ぐとか。 ああ失業してもまた働けるとか、そっち側にその予算を配分することがああまあできるかというのが重要かなというふうに考えています。その予防側投資側になかなかお金がいかない理由っていうのは何なん、ね？まあ一つはあのさっきそれがまさにナイトさんがご指摘されたポイントかなと思いますけど、効果検証が決まってないんですよね。うん、その小柳さんの方が詳しいかもしれないけど、あの。 薬はもちろんプロトコルが決まっていてこれが成り立てばその薬が薬として認められるというプロセスがあると思いますが予防の部分はあんまり決まってないんですよね決まってないので何が有効かっていうことを誰もこうお墨付きをしていないそうするとそこにお金が行きづらいっていうことが一番大きいんじゃないのかなというふうに考えてます。うん、そこでデータの役割かなと、うん 確かに予防領域というか事前領域っていうのはデータがありそうででないんですよで医療まで行っちゃうと明らかにデータの世界ですですからこの薬単なる化合物が薬になる時にはいろんなデータを持って評価をして薬になるんですけどそれはもう一つのラボの中のいわ,いわゆる決まったプロトコールの中だけでされているものであって実際の世の中ではそれ以外の使い方が結構されてますよね。 でそれに加えてもっと早くからその介入をすればならなくていい病気にならないそれから今ある病気が重症化しないそういった領域が必ずあるはずなんですよ。なんですけどデータがな、ね、い。疫学のデータっていうのはあるんですけど疫学のデータは結果なのかそれとも原因なのかよく分かってないところもありますし。 その生活例えば日本のこの環境下で生きてる生活してる人の行動だとかなんかが全部反映されてるわけではないのでやっぱりデータががなないっていいととうころが大きな問題だと思います、うん、で医薬品の場合とかだと治験があって、はい、明確にその介入群と対象群があってその効果を測るみたいなのを制度制法律として決まってるわけですよね。でそれがその予防側だとまだない ので汚くて解釈しようのないようなデータしかたまらないっていうのがまず大きな問題としてあるってって、ね、あのそれもあると思いますけど、はい、日本にはまああの制度が非常に良くてですねいろんなデータはかなり存在してるんですよね、はい、もそれが今使える状況になっていないでそれにはいろんな規制の問題だとかっていうところがあると思いますそれに加えてその今あるデータで何でもできるみたいなその誤解も生まれちゃっててですね 実際には今存在しているデータだけで世の中の先を読もうと思ってもなかなかできないっていうのが実態だと思います。ですから医療に関してまあ介護の事前領域が医療だっていう考え方も当然できますし医療のその事前領域が教育というふうな考え方もできるわけなのでどこにどういう介入をすれば結果的に最後のところの、まあ、例えば介護に行くかそこのそのステージをですねきちんとデータを取っていくってことも これからは必要ななんだろうううといいうふうに思います、まあ、今デ,データはいろんなところにあるっておっしゃってたと思うんですが例えばその予防領域でこういうタイプの介入とか予防についてこういう人たちがこういうデータを持ってるみたいな具体例と終わりになったりされますかあの各大学だとか研究施設ごとにいろんな疫学のデータプラス介入試験っていうのはやってるんですけどやっぱりそれは一つの事象のフォローでしかなくて例えば今はまあ 本当に例えばですけどタタバコ、まあ、あのいろんなデータありますよねでももしかしたら私はあのタバコが悪いと思ってますのであの会社の中でも禁煙令を出しちゃってですね、えー、禁煙室も取っちゃったし灰皿も全部なくしちゃったんですよ。でもその時に出てきた意見も決して嘘ではなくて例えばタバコをやめるとその代替えとして甘いもの食べちゃうとそうすると糖尿病になっちゃうかもしれない。で糖尿病になっちゃうと 大腸がんだとか肝臓がんだとか膵臓がんが増えるっていうデータもありますしもちろんその神血管イベントが増えるっていうデータもあるわけですけど本当に今の社会の中で、えー、いろんな人の行動,行動まで全部見て医療データと結びつけて評価できる体制になってるかっていうとそれは本当になってないというのが実態だと思いますね。 えじそのタバコの効果をそのいろんな波及効果まで含めて総合的に測るっていうことはあまりされていないんですか。されてないと思いますね。あの難しいっていう背景もあると思います。一人の人をずっとフォローしていくっていうふうなことが必要になっちゃうかもしれないし、ちょっと難しいあの私も今アイデアがあるわけじゃないですけれども、あの一つの事例として言えば、えー、いろんな生活のデータも含めて評価ができる体制にはなってない。 といいううふうに思いますねしかもその効果がやっぱ何十年単位で出てくるものなので、はい、効果を検証するとすると理想的な実験があっても何十年待たないといけないで何十年待ってるとその間に社会そのものが変わっちゃって、はい、何十年前の結果が今の社会にそのまま適応できるのか分からないみたいな根本的な難しさも,ありますよ、ね、もう一つあるのはやっぱり比較が難しいっていうか比較方法が決まってないっていうこともあるなと思っていて僕は。 あの、長野県が寿命で言うと日本一ですよねで、それはもともと20位ぐらいっていうのがまあ1位までなってで健康寿命も長いんで医療費は少ない県なんですけど、なんでかって言うと、どうも野菜をすごくいっぱい食べてるっぽいとか、うん、食塩の摂取を減らしたっぽいとか、なんかそういうのは言われています。で、長野県がそういうのをいろいろ研究してるんですけども、それをこう。横比較して同じメソッドで比較していないので。結局。 塩分がこうだとこうだよとかあの言い切れないんですよね。他にも長野県は確かえっと六十歳以上の方の NPO 従事率が日本で一番高いんです。でおそらくなんとなく我々の直感的にもまあそうやってやりがいがある方が健康寿命も寿命も長そうだよねってなんとなく思うんですけど、うん、その比較を全国のあらゆる都道府県でやってるっていうことがないのでそのなんとなくぽいよっていう感じでとどまっちゃってそれが具体的な 政策だったりイノベーションに持っていけてないということなんで、まあ、逆に言うとそこの共通のメソッドが決まっていればあのこうだよねということを言い切れるようになるんじゃないかなというふうに思います、ね、そうですよね。特にこの手の,あのはっきりした実験がガチッとあるものじゃない場合って、はい、ま僕自身もそれを専門にしてるんですが分析の仕方が何通りもあり得て分析の仕方によって結果がひっくり返ったりしますよね。はい なのでさっきの予防の例でも2008年ぐらいから日本であれに効果があるのかどうかを検証しようって話もあって最初そのある公的機関が作ったこの効果検証のレポートみたいなのがあれには効果があるんですって言ったんですよね。 よくよく見てみたらその分析の手法がすごく問題含みで,で別の研究者の集団が別の方法で分析したら効果は全くないっていう結果が出て、うん、でその間で喧嘩になるみたいなことがあったんですよね。うん、でそういうことがほ,ほぼ常に起きるっていう難しさがあるのでその知見の分析の,そのプロセスがある程度その標準化されて制度化されているのと同じようにその予防側疫学側の方法についてももう少しそのどういう時にどういう分析手法で分析すべきなのかっていうことが 標準化されると永遠といろんな分析が出てきて、玉石混合で、で、みんな都合のいいところだけ結果を持っていくっていう形になりにくくなるのかなっていう気がします。これは本当にまさにおっしゃる通りで、あのメタボ検診は意味あったか、意味はなかったのか、もう神学論争になっていくみたいな。でもこれってその企業経営をしてるとすごい不思議なことで、企業経営をするとき、何かせ政策を打ったときに効果検証方法って決まってる、決まってますよね。基本的には。 これで6ヶ月後あるいは1年後にこの指標でこの効果が良かったか悪かったかレビューしよう他の指標と比較しようって決めてからやるんですけどやっぱり今多くのことが物事が行われた後に「そういやあれって意味あったんだっけ?」って言ってデータを検証しようとする。でその時に本当に欲しいデータが取れなかったりするんで似たような入手可能なデータで近しい類推で 検証してこっちの人たちはあるって言ったりこっちの人たちはないって言ったりしてるっていうのがやっぱり大きな問題かなと思っていてまずその始める前にあの測り方を決めとくっていうことがやっぱり非常に当たり前なんですけど有効なななんじゃいいかなと思いますすよねそうですよ、ね、最近はその研究分野でも例えば実ある実験をやりますとでそこから出てきたデータをどういうふうに分析するかっていう分析手法を事前に決めて。うんうん で、それを事前に登録して、誰でも見れるような形にしておく、みたいな形が増えてるんですよね。なので、学術誌なんかでも、昔だとデータが何かありました。で、何か分析してみて、で、分析結果だけを論文にまとめて投稿するって形が多かったんですよ。でも、最近は、その分析が始まる前、データが出てくる前の段階で、どういう分析をやるかを。にコミットしてしまって、で、そのコミットした計画を審査して。 載せるるかかどうか決めるみただん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 その自分が自由にいろいろとこねくり回すことができないようにできないようにするみたいな監修は少しずつ出てきてきますよね、うん、医療の世界はそうですよね、はい、まさに事前に決めとかないとダメだっていうことでかなり早くからそのプロトコルの段階から議論するっていうのは入ってきてますよね。はいはい なので医療領域治験領域で行われてきたことをもうちょっと広いその社会政策制度の効果検証みたいなところに広げられないかっていうのが今ここ何十年かかけて少しずつ進んできてる運動なのかなと思います、ね、実は予防の領域もそうですけど医療の領域もあんまり費用といいうファクターを入れれた分析ってされてさないんですよねコストパフォーマンス的なところが。だから本当にに予防に入ると 本当に医療費が減るかとか介護費が減るかのところも実は想像では多分そうだろうと私もそう信じてますけど実際のところはエビデンスがあまりない。うん、そのの辺も今回のあの取り組みで えー、きちんとアドレスできるといいなというふうに思いますねこうやってこう社会保障でその予防医療介護みたいなのがあったときにその効果検証をデータに基づいてやりましたで、それでこうコストパフォーマンスを正確に測れて結果としてインパクトが出ましたコストが大幅に削減できましたみたいな分かりやすい成功例みたいなものってどっかにあったりされますか日本じゃなくても世界中どこでもいいと思うんですか いくつかそれに近いようなデータはあるとは思いますけどあの医療の領域は実は薬と薬の比較というのはあるかもしれませんが、はい、あまりきちんとしたものはないんじゃないかなと思いますね。うん、あの学会レベルでいろんな議論はされてますけど、はい、本当のところは本当の予防がどのぐらい効果があるかとかっていうところについてはあまりないんじゃないかなと思います。難しいですよね、えー 人生の後半だけじゃなくて、なんか前半についても実は似たような問題があって、保育とか教育の話を問題にしてると、要はえっと幼児教育みたいなレベルから高等教育みたいなレベルまで教育っていろんなステージがあるじゃないですか。このステージの中のどこが一番人生に大きな影響を与えるのかって知りたくなるんですよね。ただ実際にどのステージが本当に ROI が高いのかみたいなことを厳密に測ったものがあるかっていうとあんまりなくて。 うん、まあ調べてみたらあんまりデータに基づいてない偉い人の断言だったみたいなことがあるだけっていう場合が多いんですよね。うんうん、実は似たような問題はその社会保障側と教育保育側の両方で同じようなな問題が出てきてきいるのかもしれそれ問題だと思うんですけどやっぱり日本の議論ってどっちかって費用を誰が分担するのかで効果をどう最大化するかっていうことが<の>そもそも行われてないっていうのが。 まあ、あらゆることにおいてまず予算が先に決まって何するかそこから考えるみたいなことが、まあ、いろんなところで行われているのでまずはその何が一番効果高いんだっけって ROI の視点を入れていくっていうのが、まあ、そこから始めないといけない感じかなというふうに思います。でちょっと今事例で出してるのがあの 社会保障の領域でではないんですけど貧困の領域でデータで結構鮮やかな成功事例というのがあってこれ僕らもいろいろ考える上でこれかっていうのは一つヒントになったんですがこれはアメリカのノーベル賞を取った研究になるんですが貧困の国で就学率を上げる具体的に言うとその子どもたちの教育期間を1年間伸ばすのに最も組対効果が高い方法は何かっていうことを、まあ、いろんな国での データをを横比較するここととによっってて何が一番いいいのかっていうことをやってるんですよ、ね、でまあ先生を増やした方がいいとかインセンティブつけた方がいいとかいろんなことをやられてたんですが結局ですね子どもの体の中にある寄生虫を除外する苦虫薬という薬を配布するのが圧倒的にコスト成効果が高いというのが分かってじゃそれをやろうということで今数十か国でそれが実現し非常にいい効果を出しているということで。 その社会保障の領域ではないんですが貧困の領域で結構鮮やかな事例っていうのは生まれていてこういう各国での取り組みとかをまさに横比較できるようなメソッドで導入したことがインパクトを生んだのかなとそういう意味では社会保障の予算とかデータで言ったら日本最大なんでアメリカがこの貧困の開発経済の領域で結果を残したんで。 えー、まあ日本でもそういったことが社会保障領域でできるチャンスはあるんじゃないのかなとまあとにかくものすごい予算なんでチャンスあるかなというふうに思ってます、ねうん、で僕ちょうどこうこれをやったその J.PAL っていう組織の近くに五年ぐらいいたことがあるんですよ。でこれなんか始まったのがえっと二千年ぐらいで二十数年前なんですよね。J.PAL 組織の J っていうのはジャミールさんっていう資金提供した人の名前ででその人が資金提供して一番大きかったのは 普通研究者っていうとその研究成果を最大化することが重要なのでその自分自身がどういう研究をやってそれをどういう論文にしてそれがどれぐらいのインパクトが出るかっていうところばっかりに集中しがちなんですよね。なんですがこの組織が面白かったのはどちらかというと自分自身が研究をやるというよりはいろんな人たちが研究をやるための プラットフォームを整備するっていう側に焦点をガッとずらしたっていうのが面白くてまあこ,このここに並んでるようなものを一個一個効果検証するだけでも実はすごく大変じゃないですかいろんな国に出張っていってで大規模な実験をやってで何年にもわたって結果をこうトラックしていくってことをやらないといけないのでそういうことをみんながやるための組織をこうグローバルに作る。 なのでその実験とか研究の設計の段階からそれを世界各地で実行するためのマンパワーみたいなところでそのための資金調達みたいなことを比較的同じプラットフォームの中でアメリカ中の研究者ができるためのこう組織とプラットフォームを作ったっていう感じなんですよね。 なので、その社会保障領域でもやるとしたら、いろいろなものの効果を。同じような尺度で測って、比較するっていう研究を。いろんなチームが同時並行でやれるための。基盤をどうやって作るかっていうことが一番大事になるのかな。ジャミールさんってどういう人なんですか?。何者なんですか?そうですね。なんか福岡なんかで。あとは、その後、その、えっ、ー、と、芸術財団とかもお金出してますし。<ー>はい。か、かなり分かりやすい、その社会よりの。 データとか科学を使った政策の効果検証とスケールアップみたいな問題でいろんなところからお金を取ってきてっていう感じですよねでもちろんそのこの基盤とか組織自体も資金調達してるわけなんですが個別のプロジェクトが資金調達をするための,その人員とかノウハウの提供みたいなものとか。 でそれからそういうプロジェクトを動かしていくための人がこう生まれてくるためにはこう学部生もいれば大学院生もいて研究者もいてみたいな世代を通じててノウハウハとか組織が蓄積されていくそういうそ総合的なプラットフォームというか場所を提供したっていうのが一番大きな役割でその結果としてここにあるような政策の検証ができたっていう感じなのかなと思いますね。 高島さんたたたちが新たに作られた団体もそれに似てるんですか、うん、そうですねあのあ<ー>僕がジャミールになれな, <laughs> な,れないのでこれはもうみんなの力を合わせてやっていこうっていうのが、うん、まあ同友会が束になってジャミールさんになることができんじゃないかということで、まあ、経済界とナデさんにも入って頂い,いてますけどアカデミアとがまあ一緒になってデータ検証のプラットフォームを作れないかということでまだ本当に立ち上げたばかり。 12月2022年の12月にキックオフしたばかりですけれどもそこを作ってでさまざまなあのビッグデータを持っている Z ホールディングやヤフーさんとかも含めていろんな方に入っていただいてデータ検証をしていこうということを考えてます主に関わっているのはその企業経営者とそれからソーシャルセクター、はい、社会企業系の人たちとから研究者っていう感じですかねそうですね あとはあのデータを保有している方々という形になりますね。資金どうするんですか。これから考えようかな。これから考えますか。はい、あのさっきジャミールさんの話ともう一個 <laughs> オポチンティンサイトってあの近くにあるあのこの前ちょっと事務局にインタビューしたらですね、芸術財団から四年で七十億円ぐらい出てるんですよね。でやっぱりそれぐらいのサイズで。<laughs> やれるから、まあ、おっしゃったようなプラットフォーム作りみたいなものもまあ大胆にできるっていうのもあって、まあ、一旦まあ僕らはあのみんなで持ち寄って頑張っていこうかなと思ってますけどもあの最初の段階ではあの企業がえまあ会員企業として年会費的なものをですねお支払いいただいて、まあ、そのいろんな企業とまあアカデミアが一緒に進めていくようなイメージでいます。 でこの組織としてな現状で何かはっきりし目的設定みたいなのが終わりになるんですか。それと今作ってらっしゃる段階。うん、えっと目的設定というよりはまずはクイックインが必要だというふうに思っていて、最初の段階でちっちゃくてもいいからデータを取って分かったことがあって、それでま社会が良くなったり企業の新しいサービスができるみたいな。 そのクイックイイッンを作りたいといとううふうに思っててまして今データの扱いとかもできるだけ簡単なところであまり抵抗勢力のないところからということで3つほどテーマやってまして1つは全部企業の中の話なんですけど男性育休をどういうふうに取得すると企業と個人の全体の幸せを最大化できるのかっていう話が1つ目です。つ目は 介護離職の問題を予防するのにどんな企業での政策が有効かということの研究です3つ目が、えー、っと新入社員がすぐ辞めちゃう問題をこれマッチングの小島先生とかがやられてるんですがどういう配属のアルゴリズムを作ると一番その最適な 新入社へのマッチができるかということでこれいずれも企業のデータをその匿名化して集めれば比較的する検証作業はできるので,でまあ同一会の会員企業の皆様にお願いをして特にまあその関心の高い企業が多いですけど男性育休とかも一生懸命取り組んでらっしゃる会社さんの方がより積極的にデータを出していただけるんですがそういうのを集めて何が最適かってことを横比較して結論を出していくっていうま。まずはそこを この1年以内に何らかの結果を出していきたいなというふうに思っています。うん、でそ最初のクイックウィンになりそうな候補のプロジェクトをまずはスタートさせまずはスタートして、まあ、そこからその介護の領域や予防医療の領域とか、はい、まあそういうところにもまあ広げ、まあ、あと貧困でやりたいって言ってるメンバーもいるんですけど、まあ、そういう領域に広げていきたいなと思いますね。 の効率化みたいな話で言うと、うん、そこに関わるこうドリームプロジェクトみたいなのを一個作れるといいですよね。いいですね。一つのイメージとしては、これは全然社会保障側じゃなくて、教育が保育側なんですが、うん、すごい有名な実験があるんですよ。でペリースクール実験と呼ばれているもので、うん、要はあの幼児教育の効果を測る実験なんですよね。うん であの幼児教育をしたことがその人たちが何十年か経って大人になった時の収入とかにどういう影響を与えるかっていうのを測った研究なんですよ。ですごいちっちゃ、ね、い,い実験なんですがその結果としてその幼児教育の ROI がものすごい高いっていうことが分かって幼児教育の重要性みたいなことを主張したい人たちが必ず参照する、うん ゴーールドドスタンダードみたいなものになってるんですよなのでその社会保障費の削減みたいなものを目指した時あるいは社会保障費の,その合理化みたいなことを考えた時にその何が効いてたのかってことを考えたい人が必ず参照したくなるような時間はかかるかもしれないがなんか重要な実験化分析プロジェクトみたいなものを一個立ち上げられるとなんか旗印として分かりやすいのかなっていう気がしました。 あいいアアイデアですね多分あのいくつかこう難しいけどやりたいみたいなやつはもうかなり出てきてはい,いるんですよねその認知症と高速度はどううも関係ありそうだだけどそれはどういうふうに測定しどうなったらどうだっていうところまでちゃんとまだ言えてないそれが分かると認知症の予防っていうものに、まあ、歩くっていうソリューションがこう明確に見つかるとその政策でも出てくるし、えー いろんなイノベーションも出てきますよ IoT とか歩行サポートツールとか、うんまあ、そういうアイディアが多分いくつかあるんで、うん、ぜひそのなんか社会にインパクトが出そうなドリームテーマは考えたいですね。なので多分時間とかコストがかかるけどすごいできたらインパクトが大きいプロジェクトと、うんうん、なんか個別で短期的に結果が出そうなものを組み合わせられるとよさそうですよね。先ほど高島さんが あの抵抗勢力っていう話をされてましたけど <laughs>、まあ、あのやっぱり個人のデータなので非常にそのなんていうんですかね扱いは慎重にしなきゃいけないしクイックインがそうだって言ってるわけでは決してないんですけれども例えば IT のトライアルをやってみてダメだったらちょっと修正すればいいじゃないっていうわけにはなかなか個人の医療の健康に関わるデータってはいいかないと思うんですよですから慎重に考えなきゃいけないけれども今あるデータで 憶測ができるることもあるし抜けてるところをこれから一緒に取っていく行政だとかそういうところと一緒に取っていくっていうことで大きな海が出せるんじゃないかなと思います中国みたいな監視国家ですとそういうのってもう全部分かっちゃうんですか今後そういうそのま、うん、あ,あ <laughs> IT プラットフォーマー的な存在とかそれがし侵入してる IoT 化した社会みたいなものを使った、うん 社会保障改革みたいなものってなか例があったりされますか。うんうん、まあその社会保障というのはその今中国の話でいうと、やっぱり監視社会になった結果、犯罪者が減るっていうことは起きるわけですよね。うん、そのもう監視カメラですぐ見つかっちゃう。だからこれは多分我々のなんか生き方の選択ですよね。<laughs> うん、その全部監視されてデータがクリアになって。 その方がこっちの方が幸せな確率が高いっていう世の中を選びたいのかあ<ー>我々は、まあ、そうじゃないのかっていうところですけども我々の場合は実際にそのデータを中央集権的に集めてやっていくっていうことは現実的には多分難しいこの,この国ではまあ難しいだろうなというふうに思っていて<ー>いろいろその、まあ、ビッグデータをお持ちの例えばメタさんとかツイッターさんとか。 ヤフーさんとかお持ちだと思うんですがこれを名寄せして分析するのはなかなか難しくてそのここにいる研究者の方々が研究の仕方を決めてその会社に出向いてでその会社で検証作業を一緒にやってけ結果だけこう持ち帰るというか、うんうん、データは多分外にに出せなないいいでやるんだろうなというふうとふ思います、ね、それに関わって最近そのデータの扱いどんどん厳しくなっている印象が。うん あるんですよ。で、その法律とか制度的に厳しくなっているというよりは、むしろその炎上リスクとか、はいうん、あるいは政府とかにつ,つかれるリスクが高まっているために、うん、みんなこう自主規制でどんどん慎重になっているっていうイメージがあるんですよね。で、僕自身も IT 企業といろいろお仕事してるんですが。 うん、3年前だったら OK だったデータの共有とかが無理になってるってことが多くて、うん、まあ昔だと VPN で外部からアクセスできてたのが現地に出向いていかなくちゃいけなくなったりとか、まあ、そもそもこういうものを使ったプロジェクトはできませんみたいな形でシャットダウンされるみたいなことが結構起きてるんですよね。そのあたりってど,のあどういうぐらいの規制とか自主規制に落としていくのがいいと思われますか まあこれはアメリカ中国的なデータ活用の社会とそのヨーロッパ的なすごく慎重で懐疑的な社会のど,どのあたりに日本社会が目指すべきなのかということとすがまあすごくむ難しい DST の戦略としては、はい、その辺は結構難しそうなんで、はい、一旦さっきのやつも200人のデータでやってるわけですよね。 結構ビッグデータがないと解けない問題ばっかではないっていうかう、ね、ビ,ビッグデータじゃない、はい、スモールデータでやるやつっていっぱいあるし、はい、そのアメリカのオプチュニティーサイトとかも聞いてみるとそのコロナのこう研究をするうち最初は小企業業からら従業員のデータを集めてったらしいたしですよ、はい、で大企業はやっぱり非常に抵抗感が強かったんでちっちゃな企業からデータを集めて結果をこう公表するってことをやってるうちにだんだん大きな企業も、はい あの参加してくれたたということだっので僕らの戦略としてはやれるところからやってって、うん、そこをなんかあるべき論に関してはかなり時間をかけて、えー、慎重にやっていきたいと。でお客様のプライバシーに対する観点も非常に多様化していてすごい敏感な人とすごい鈍感な人といろいろいてでもその IT プラットフォーマーの皆さんは一番敏感な人より敏感なところに今の段階では あのいらっしゃるので、まあ、それをこうそ,それ以上に緩めていくみたいな動きを我々やってもあんまり今すぐはできないので、まあ、そ,その前提で、えー、検証のできるデータを使うううといふにデータの扱いはこれ医療の世界だともういつも議論になっちゃって前に進まない一つの議論になっちゃうんですけどもあのヨーロッパは先ほどおっしゃってたように非常に厳しい。 個人情報の規制があります。ところがですね。一方、医療データに関しては、それだと社会に還元できないっていう考え方のもとにある特定の医療に関するデータだけは公共財的に扱おうという動きが今も起きてるんですね。例えばまあ、医療に関係することだけではないですけど、まあ、こういう取り組みの中から。これ、自分にとってプラスになるよね。というものが出てきたら多分自分から手を挙げて。でも。 そのデータ自分のデータを提供したいという動きは出てくるんじゃないかと思ってるんですですからそういう意味でもクイックインも大切だしあの先ほど先生おっしゃった非常に長期間かかりかつハードルが高いけどデータを取っていくことを外にあのきちんと説明をし期待できるアウトカムはこんなもんなんだっていうことの説明をして協力を求めていくっていう体制が一つの新しい規制の在り方に影響を与えていくんじゃないかなとも思います。 でちょっとデータ活用特区っぽいいいいももののが生まれてもいいのかなとう気はするんでな、ねうんでさっきの,そのカッコつきの監視社会的なものを使った社会保障改革みたいな話あったじゃないですか、はい、まあ,あれもその日本社会全体で中国社会化しようみたいなのは全然無理だと思うんですよ。うん、ただまあ特定の例えばあの老人ホームで試してみるとかあるいはその特定のスマートシティ的なもののところで実験的にやってみるでそういうことに興味があったりそこに貢献したいと思うような人たちがそこにオプトインしてくるような形で小規模に何が起きるかを実験してみるみたいな、うんうん 方向はあるんじゃないいかと思いますよね、うん、実際介護とかでも,もう最近技術としてはやっぱりそれぞれの人のベッドとかに大量にセンサーをつけたりとか監視カメラとかで倒れそうになるのを事前に予知するとかまそういうものをフル活用した時にどれぐらいの効果が出るのかでそのコストパフォーマンスみたいなのをどれぐらい改善できるのかっていうのを測るっていう方向性はすごく大事なんじゃないかと思いますよね。 進んできてますよねで地方の自治体によっては自分のところで案を作ってそれを提案して実践していこうという動きがあるわけであの私興味を持っているのが今前橋市の取り組みなんですけどあそこではかなりいろんなそのデータが取れてくるだろうと。前橋 ID っていうその前橋市の ID を作ってそこに協力をしてくれる人たちはその,データその ID のもとにいろんなデータを あの提供していくっていう形になるんだと思うんですけどああいう中で今回出てくるようなテーマを実践していくということが大切なんだと思うんですよねで結果が出てくれば他のあの自治体でもやることはできてくると思うしまあその複数動き出すことがやっぱり大切なのかなというふうに思います。うん 実際こうデータとかプライバシー絡みって僕たち重要ですかって聞かれれば重要だと答えるものの便利な IT サービスとかには喜んですごくやばいプライバシー情報がガンガン提供するじゃないですかだからその結果が出て便利だってことさえ分かれば意外に気に気しなくななくっちゃううのが人類んんだと思うんですよねだから事前にあんまり細々した議論を抽象的にやるっていうよりは小さな形で成果が出る分かりやすい利便性が提供されるみたいなところから。 逆算的にこの辺りがそのプライバシー規制の落としどころみたいなのを見つけていくのがいいのかなっていう気はしますよね。うん、自前で DST みたいなところでプロジェクトやるっていうのはもちろんいいと思うんですよ、うん、ただそれと同じぐらい個別の商品とかサービスの効果検証をしたっていう人がまともな効果検証になってるかどうかを検証するみたいな。 130兆円って巨大産業だとも思ってんですよね明らかに日本があの世界より進んでる領域幸福度を見ていくと、韓国比較されると、どっちが多いんですかアメリカだとか、今、ハッピーじゃないともういないので、<あ>日本は、ね、あの低めに出ますねクオリティオブライフとか、健康寿命みたいなものを考えると、デジタルな幸福技術みたいなものをどう使っていくかっていうのも大事な方